はい、皆さんこんばんは。今日は石秀です。今日の配信は連続第89回目になります。ということでね、その現役を引退するその引き際というかな、その引き際の美しさというか、そこに今日はちょっとフォーカスして話してみたいなと思うんですね。で、なんでそれが今日はそのテーマになったかというと、実は十何年ね、ずっと、愛車として乗ってきておった自分の車をですね、手放すというね、選択をしました。その手放す選択の中に、非常にですね、もったいないって言うともったいないんです。プジョーということですかね、プジョー、はい。プジョーでなかなか数の少ないね、当時、もう14年ぐらい乗ってるのかな、12年か、乗ってきてたんですが、その、プジョーを、なんていう、思い出深いんですが、それをね、手放す、時期、これはもう昨日も話しましたけども、やっぱりちょっとこう身軽になってですね、全国に行くのにもう車ずっと毎日乗ってることがほとんどないので、これはもうもったいないということで、誰かに譲ることもできたんですけども、とにかくもう廃車にしようということを決めました。で、決めたそのうじうじ決めるまで、だいぶ結構うじうじと自分の中で思ってたんです。もう毎回ね、車検2年前にもうあと2年やってみようか、もう2年やってみようかということでやってきたんですが、やっぱり結局はうちの奥さんと2台あるんで、ほとんど乗らないんですよ、ね、そうすると1台で十分なんですね。駅の近くに住んでますから。で、あとはもう出張するときは全部和歌山から、出ることができるということで、非常にそういう部分もあってるんで、手放すことをしたんです。で、したと決めるまでが、これ結構引き際という、これ現役引退というね、今日のテーマになったのはなぜかというと、最終的にあ、そうかと思ったのは、うちの奥さんのメッセージくれたんですよ。僕もね、結構男の人ってね、どうも思い出に浸る癖あるでしょ。なんかこう男の人の方がね、なんかうじうじしてません？なんか思い出に浸るとか、なかなかこう思い切ってそういうことに捨てれないとかね。だからよくカップルでも、別れ際に女の人が別れたら、もうなんか次へパッとこう切り替えてすぐ行けるらしいじゃないですか。で、男の人ってしばらくこうなんか思い出に浸ったりして、なかなかそう切り替えができないと、ね、よく言われるように、やっぱり男性のと女性のは多少は違うと思いますが、その、女性の奥さんが言うた言葉が、ヒデさんねって、その車にもね、引退の美というのがあると思うで、もしその車がポンコツになって乗れやんようになってから手放すのか、まだこうやってもったいないと、このまだ美しく走って、もうバリバリ走ってるような中でそれを手放してあげるのか、その車にもその現役引退という、そういう選択をさせてあげたらどうとかね、こう来たわけですよ。お、なるほど、いいこと言うな、ということで、我ながらにね、うちの奥さんの言うメッセージじゃない、もう僕のこの迷いをですね、スキッとさせてくれるというね、いうことで、本当にね、まだね、見た感じはまだまだ本当に乗れるし、美しい、車なんです。デザイン性もいいし、色も好きなの、ワインレッドの色でね。だけど、そういうことにしたんでね、その引退というものの今日はテーマなんです。だから現役引退ということを見て、ケワイシさん引退するじゃないですよ、僕の愛用している車を引退させると、こういうことでございます。はい、でもそれを今回感じてて、車一つでもものすごくやっぱり寂しい思いしますよね。何かこう自分に所有したものを手放す時って、どんなもんでもそうですけど、やっぱりこう思い出がある。で、その思い出を手放していくということが、実は新しいことを呼び込んでくるっていう、毎回言うんですが、何かこう手放す勇気がないと、新しいものをチャレンジして掴んでいくっていうね、このエネルギーをやっぱり吸収できないような気がするんですよ。だから、新しい古きものをちょっとある程度、どんどん手放していきながら、新しいものをどんどん今年は後半入れていこうということで、2020年に向けてですね、どんどん断捨離をしてます。もうパソコンもね、もういらんデータも全部、いろんなものを全部消去してですね、5台分この間まで全部やりましたし、そうするとですね、いろいろとこう思い出深かったものをこう物を掘り出すとね、もうなんか本当にね、身軽になってくるんですね。なんて言うんでしょう、なんかこう活動範囲が広くなっていけそうな気がするみたいなね。だからそういう部分もあって、やっぱり自分の所有したもの、人間ってもともと物を買うことによって、なんかこう物やなんか夢を買うというかな、物を物質をこう自分に手に入れることによって安心感を求めてるけど、結局手に入ったら今度
それを捨てるのがすごくまた勇気がいるし、まあお金だってそうやと思うんですね。いくらでも欲しいことは欲しいですが、入れば入るほど今度逆に今度減ることの恐怖感とかあると思うんですね。だからある部分このバランスよくですね、自分の体心をこう身軽にするためにはやっぱり断捨離っていうのは非常に大事やなということで、この現役引退、これはもう全てにおいて仕事にもそうですし、物に対してもそうですしね、そういう部分で現役引退ということを番が非常に今回のテーマに入ったわけですね。まあ、山口百恵とかね、安室奈美恵さんなどそうですね。結局その美しい引退の仕方っていうのかな、まあ、かといってそれだけが美しいとは言いませんよ。例えばもう40、50、60のプロ野球選手ね、もう靴までもやるんやとか、サッカー選手もありますよね。でそうやって、できるところまでやるという、これもこれでまたその美学は美学ですけどね、まあこのなんて輝きが一番最長のところでこう引くっていう、これもまたね僕はな素敵やなということで、今回はその現役引退ということをテーマに話しました。そういうことで今日はいい夫婦の日でございますね。まあかといって僕も今はいい夫婦とは言うてますけども、17年間父子家庭でずっとですね、まあ、離婚した経験もありますし、やっぱり一人で生きてきて、まあ、子供育てながら一人で生きてきた17年間があるから、今まあこうやって再婚してからでも非常にですね幸せ感を感じてます。だからもし一人になった方もいらっしゃいますと思いますね。一人になった方もいらっしゃるし、いわゆるその、まだ一人の場合もあるし、まあ、そのいろんな方が見ていただいていますから、まあ、常に前を向いてですね、その今あるのは次の将来の楽しみとか、幸せのがあるためであるということで、頑張ってもらえたらと思います。はい、僕もまだまだこれから頑張ってまいりますということでございまして、今日の配信はこれにて終了いたします。それではまた明日お会いしましょう。